甲州月経道1号墳朝鮮半島の前方五円形墳の一つ。左に前方部、右奥に後円部と石室。日本列島の前方後円墳同様に周堀を有する。前方五円形墳の分布本港では、朝鮮半島南部の前方五円形墳、すなわち朝鮮半島南部の大韓民国全羅南道、全羅北道に分布する。 日本列島の前方後円墳と同じ墳景の古墳について解説する。これらの古墳は日本側では前方後円墳、前方後円形墳、韓国側では前方後円墳の他楽器のチャングになぞらえ、長鼓墳などと表記される。日本列島の前方後円墳との間には類似点、相違点が存在することから、 以下本校では前方五円形墳の表記で区別して解説する。朝鮮半島西南部の坂江山江流域では、日本列島に特徴的な前方五円形の墳形を持つ十数基の古墳の存在が知られる。これらは5世紀後半から6世紀前半の築造とされ、3世紀中頃から7世紀前半頃に、 渡って展開した日本列島の前方公園墳の手法をもとにしたと見られることから、当時の日本列島と朝鮮半島の政治的、経済的、文化的関係を表す事例として注目される。古墳の構造は、前方公園形という外形こそ、各古墳で共通するものの、墳形の寸法や外表施設、埋葬施設の点では、個々で相違し、画一的ではない。 発掘調査では、外表施設として一部の古墳に、周堀、断築、吹石、葉には木製品が存在することや、埋葬施設として一部に、九州系横穴式石室の要素が存在することが判明し、これらは日本列島の前方公園墳とも共通する。しかしそれら墳丘施設は列島のものの模倣に近く、また副葬品には和形、くだら形、 大茅家系の文物が混在する点で、特定地域に限らず様々な地域との交渉を反映した多義的な様相が認められている。前方五円系墳の分布する坂山江流域は、文献史学的には、資料が乏しく当時の情勢が不明な地域になるが、考古学的には、当時のは、くだら、茅屋のいずれとも異なる、独自の在地形勢力が存在した地域とされる。 そしてこの在地勢力が、くだらの支配下に入る、時期の前段階において、在地系の高塚古墳と列島系の前方五円形墳の二つの母星が展開した。しかし境山江流域は、日本列島と連続する地域ではないほか、一帯では、列島からの大量移住の形跡もなく、各前方五円形墳自体も一世代のみで築造を終焉するため、 このような列島系の墳景が築造された背景は、依然つまびらかでない。現在も、被壮者としては、在地主張説、和系下の寛人説、和人説の三説に大きく分かれて議論が続く、トピックになる。一前方後円形墳の判断には、諸説あるが、本一覧表では、高田寛太、坂江山江流域における、前方後円墳築造の歴史的背景掲載の13期を、 採用した。二、紛糾町欄は、柳沢和夫、筑士君祝いと、祝いの欄掲載の一覧表での紛糾町の値を、定本とし、近年の調査結果を紙記載三、磁期欄は、発掘調査で判明した、推定築造時期を記載。四、発掘調査欄は、発掘調査が行われた年次を記載。五、文化財指定欄は、大韓民国における、 文化財指定名称、指定区分を記載。6. 韓国語版欄は、Wikipedia 韓国語版における、当該項目のリンクを記載。7. 文化財庁欄は、大韓民国文化財庁ホームページにおける、当該項目のリンクを記載。8. 大百科欄は、韓国民族文化大百科事典オンライン版における、当該項目のリンクを記載。以上のほか、 公衆行はじめ道古墳など数期の古墳でも前方後円形の可能性が指摘されている。また近年の発見報道、発表として次のものがある。海南流棟里古墳の墳形円形形土製品、公衆月形道出土品。国立公衆博物館展示。高栗白木シラギ・クダラ台、坂江山江流域六世紀前半頃の朝鮮半島朝鮮半島では、 4世紀後半から、コウクリが南下政策を取り、475年に、クダラの関山甘次郎がコウクリによって陥落する。これを受けてクダラは当475年に、有ーさらに538年に西に移した。前方五円慶墳が営まれた5世紀後半から6世紀前半という期間は、クダラがこの有ーに塔を置いた時期におおむね相当する。 この間にクダラは、勢力回復のため半島南部を施行し、起こしたり、あろしたり、シャタ、ロを512年に、516年までにおのれ、522年までに、大美佐を領有する。坂へ山井流域に限定した場合、文献史学的には資料に乏しいためこの期間の実態は明らかでない。今日の2000年代以降の歴史教科書においても、この地域を、 日本側では、カヤ諸国の領域に、韓国側は、クダラの領域に含めており、日韓両国で見解に相違が存在する。この相違は、日本初期、神宮皇后49年3月上でのから7国平定伝説並びに、朝鮮半島南部を支配したという組織の真の主体についての見解の違いに起因するものであったが、この地域の考古学的な実態解明が進んだ。 ことによって、日本、くだらのいずれの直轄的支配も見直されつつある。考古学的には、堺山江流域は、原三国時代の馬官諸国の一つで、三国時代にもくだらに併合されるまで、は、くだら、かやのいずれにも属さない、在地勢力であったと考えられるようになってきている。そして5世紀後半から6世紀前半に、在地系の高塚古文や、 列島系の前方五円系墳が築造された後、六世紀中頃には、くだら系の三笹山座と古墳群型石室が営まれ、馬漢勢力のうちで最も遅くくだらの支配下に入ったものとされる。なお、五百十二年に、くだらが領有したという起こしたり、あろしたり、舎田、室を境へ山へ流域に否定する説がある。日本列島では、三世紀頃に、 前方後円墳が発生し、この前方後円形を主張母の基本規格とする政治体制いわゆる前方後円墳体制が全時形成された。4世紀半ばからは大陸王朝が弱体化し、列島、半島それぞれで中央集権化が進むが、その過程で列島では5世紀に入ると巨大前方後円墳が創出され、 5世紀後半の有力大王の頃には、前方後円墳の分布域は最大を迎える。6世紀前半の形態大王の頃には、半島との交流が特に活発化するが、この間、大和王権は半島への政治的影響力を強め、半島においても前方後円形墳が増営されるに至る。ただし、6世紀後半までは、列島での大半島外交は一元化されておらず、 大和王県のほかカツラギの、キビ、畜紫など各地方豪族によって多元的外交が行われたとされる。そのうち畜紫勢力については、半島の九州系横穴式石室の展開との関係が伺われ、祝いの乱を契機とした畜紫勢力の衰退との関連を推察する説もある。朝鮮半島の前方五円系墳に関する研究は、古くは戦前に、 日本の谷泉一、有光京一らによって存在可能性が指摘されたことに遡る。戦後に至り、1972年に韓国の王領丹、陰聖瑛らにより、小角道の古墳について前方後円墳の可能性が指摘され、再び認識されるようになった。本格的に注目を浴びるようになったのは1983年で、韓国の教費と支給によって、 軽症南道片城の小角度1号墳をはじめと、する軽症道、前羅道、軽軌道の古墳36基で前方五円形の可能性が指摘された。1980年代後半から古墳の測量調査が進み、さらに1990年代からは発掘調査も開始され、前方五円形の古墳が存在することは確実となった。現在では上記十数基が、 前方語円形として認められ、考古学的に全容が明らかになりつつある。これらの前方語円形墳は発見当初は韓国側において日本列島の前方語円墳の起源になる古墳として注目されていた。しかしその後の調査によって築造年代が5世紀中頃以降であることが明らかとなり、逆に列島から導入された文化であることが確実とされている。 ただし具体的な経緯に関しては、明らかとなっておらず、被葬者の否定は、在地主張説、和経、くだら寛人説、和人説の三説に大きく分かれ、現在も活発な議論が続いている。舟王両くだら舟王の御捧ぎ、円粉で、木管には、日本列島産の高の巻を使用。今白塚古墳、京大天皇の間捧ぎとされる。前方後円粉、注釈手典。 ありがとうございます。